カーミアンシケ市電は、ウクライナの都市、カーミアンシケに存在する路面電車である。ソビエト連邦時代、カーミアンシケが、ドニプロゼルジーンシクという地名であった1935年11月27日に開通した路面電車。第二次世界大戦したドイツ軍占領下でも営業運転が継続して行われ、戦後は都市の発展とともに、 路線の拡張が行われた。最盛期となった1994年の時点では旧、系統221両2箇所の車庫を要する大規模な路線網が存在したが、以降は路線の廃止が相次ぎ2020年時点で10分の1の規模にまで縮小している。一時は路線をすべて廃止する提案が地元の政治家から出されたこともあったものの実行に、 移されることはなく、同年現在4つの系統による運行が続いている。2019年まで路線バスとともに、KP トラム場合によって運営されていたが、同年6月1日以降は、路線バスの組織と分離し、新たに設立された路面電車の維持、管理を主業務とする組織、KP トランスポートに、運営権が移管されている。今後は、心臓、 中古を含む車両の購入や、施設の修繕など路面電車網の更新が行われる予定である。2020年現在運行している系統は以下の通り。運賃は4フリブニャで、月額168フリブニャの定額制サービスに対応したカードの展開も実施している。2019年現在、カーミアン式ケ市電には34両の営業用車両が在籍しており、 そのうち営業運転が可能な状態が維持されているのは24両である。カーヤンシケ市議会では2020年から2025年までに中古車両の譲渡を含めて合計21両の車両を購入する計画が採択されており、そのうち2020年分に関しては6両の新造車両及び3両の中古車両の導入を予定している。2020年現在、 カーミアン式市電で使用されている車両の使用形式は以下の通り。1996年7月2日、当時の市電におけるメンテナンス不足や車両状態の悪化、管理体制の不備が引き金となり、制動装置が故障した車両が脱線し、道路側に設置されていたコンクリートの壁と衝突する事故が発生した。死者34人、負傷者100人以上を記録しており、 2019年現在でも旧ソ連時代も含めたウクライナの路面電車で最悪の事故である。またこの事故の責任を取り、当時のドニプロゼルジンン宿市長が辞任する事態となった。ありがとうございます。